はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回はね、ワンモアというイヤホンメーカー有名ですよね。イヤホンメーカーで有名なワンモアさんからのレビュー提供品で、スリーピングイヤーバッズ Z30 という面白いイヤホンご紹介いたします。このイヤホンね、皆さんご存知でしょうか。寝本っていうね、ジャンルのイヤホンなんですよ。寝本って寝るにね、イヤホンの本って書くみたいなんですけれども、私ね、こんなジャンルあるんだと思ってね、初めて知りました。寝本、いわゆるね、寝る時に装着するイヤホンというジャンルなんですよ。よく普通のワイヤレスイヤホンで装着しながら寝ることできますかとか、装着しながら寝たら耳から外れてしまったとか、出っ張っているので寝る時には向いてないですよみたいな、結構そういったコメントとかね、レビューとか見るんですけれども、寝る時に状態的にイヤホンつけて寝る方っていらっしゃるんですね。たまに私も音楽聴きながら寝ますけれども、どっちかというとね、音楽聴きながら寝落ちしちゃうという方が多いんですが、睡眠音楽というね、ノイズとか環境音みたいなのがありまして、そういったのを流しながら寝るとね、ぐっすり眠りにつけるというか、睡眠の導入にもなるようです。そんなワンモアスリーピングイヤーバッズ Z30 ですけれども、私しばらく使ってみました。私の感想といたしましては、耳栓から音楽が流れるみたいなね、そんな感覚のイヤホンでしたね。では細かく見ていきましょう。パッケージ、こちら本体と説明書と、そして持ち運び用のこのようなポーチ、また USB Type A Type C の充電ケーブル、イヤーピースは本体付属プラス3つですので、合計4つのサイズがついています。これ寝本ということで装着しながら寝ますので、結構イヤーピースのサイズっていうのは重要です。ではまずサイズ感等を見ていきましょう。まず重量です。イヤホン本体とケースでなんと 40g ですね。ちょっとね、軽すぎて置く場所によって微妙に違いますので、38から41、まあ大体 40g という驚きの軽さです。このようにね、非常にコンパクトなケースになってまして、本当卵型、卵よりね、小さい感じかな。このようにホワイト基調で、ちゃんとね、技的マークももちろんあります。ワンモアとロゴがありまして、充電は後ろのここからね、タイプ C で充電いたします。フロントにはこのようにLED ライトがありまして、パカッと開けます。こんな感じです。一見まあ普通のワイヤレスイヤホンのように見えますけれども、外してみましょう。外すと驚きの薄さです。本当ね、これ最初取り外した時びっくりしましたね。このような感じで、もう豆みたいな感じ。空豆より小さいな。豆です。でこちらね、本体だけで今 3g ですね。これ交渉が 2.7g なので、この測りコンマ測れませんので、まあ四捨五入で 3g になってるんでしょうね。なので2つで 5.4g で6、こんな感じで出てます。このように非常に軽いイヤホン本体です。本体は非常に薄いんですけれども、取り外しはそんなに取り外しにくくないですね。このようにちゃんとね、薄いながらもしっかりと出っ張っていますので、イヤホンの取り外しはとても容易です。このようにね、すぐに取り出せます。ペアリング用のボタンがここにあります。このケースも非常に軽いんですけど、ここにバッテリー内蔵されてまして、ケースに収納すると充電されるという仕組みになってます。では取り出してみましたけれども、このように驚きのコンパクトさです。一番ね、本として大事なのが装着感、サイズ感なんですよね。このイヤホン、これまでに見たことない、さすが寝本というジャンルのイヤホンですけれども、厚さが 7.5 ミリと、こちらなんと1センチを切る厚さで、片方 2.7 グラムと先ほどチェックしましたような重さになってます。ご覧のように出っ張ってないんですよね。本当に耳栓のようにコンパクトな形状をしていますので、これ何が良いかというと、装着して横になって枕の上に耳をくっつけるような形になっても出っ張っていませんので、圧迫感を感じません。また装着してるという違和感がとても少ないですし、また寝返りを打ったとしても枕にイヤホンが引っかかったりしませんので、外れにくいというメリットもあります。このような驚きの軽さで、 LR 表記はしっかりとこの本体にありまして、この2つの接点から充電するというねタイプになってます。イヤーピースは4種類ありまして、これフィットするイヤーピースをちゃんと探してください。でこれフィットしますと、もうね、耳栓のような感じになります。周りの音が結構遮断されて耳栓のような機能を働きますので、
ノイズキャンセリングはアクティブノイズキャンセリングといって打ち消すような音を出すようなノイズキャンセリングが搭載してません。いわゆるねパッシブノイズキャンセリングといって本当にこの本体だけで遮音する力ということでマイナス24デシベルのねパッシブノイズキャンセリングということになっていますのでこのイヤホンつけるだけでもある程度の周りの外音をシャットアウトしてくれます。なので密閉された感じになりますのでちょっとね閉塞感が苦手な方はね合わない方もいらっしゃるかもしれませんけれどもつけるだけで耳栓効果として静かになりますしさらにここから Bluetooth で音楽流せるという素晴らしい機能になってます。でこの驚きのサイズなのでさすがにですねこちらタッチ機能とか操作する機能はありません。音量調整とか曲送りとかはこの本体だけではねできなくなっていますのでまあそのあたりはねやはりコンパクトさゆえに操作っていうのは省かれているというところです。ただすごいのがここにメモリー内蔵してましていわゆるヒーリングミュージックというんでしょうか環境音を6つまでねこの本体に転送することができましてその音楽はねこの本体だけで流すことができるんですよね。これがまたすごいところで Bluetooth でずっとね転送しながら再生ではなく本体にも音楽をあらかじめ転送しておいて再生するというモードがあります。そのヒーリングモードだとこのケース込みでなんと32時間、本体だけで8時間でケースで24時間になりますし普通の音楽モードですねスマホで音楽鳴らし聞くモードだとケース込みで24時間、イヤホン単体6時間持ちます。そしてケースで18時間、合計24時間という感じですのでヒーリングが8時間持ちますのでさすがに8時間睡眠をね取りなさいと言っている中8時間ずっと聞いてるわけにはいきませんのである程度のねオフタイマーにして睡眠するというのが目的になりますのでバッテリー持ちとしては十分かなと思います。聞き終わってケースに入れるとこんな感じです。でアプリと接続して使ってみましょう。このように蓋を開けましてこれねペアリングもされてるのでどうかな最初にペアリングするときはこのね蓋のボタンをね押します。そうしますと新しいデバイスとペア設定のところにワンモア Z30 出てきますね。こちらペアリングいたします。そうしますとこのようにバッテリー 100% と出ましてでペアリングが完了しますとアプリはこのように左右のイヤホンのバッテリー残量とあとケースのバッテリー残量今すべて 100% となっています。このようにバッテリー残量がわかります。次のリスニングモードはこちらですねイコライザーになります。音楽だとちょっとねどんしゃりな感じ落ち着くだと高音域が減ってですね中低音が盛り上がってくる感じ寝るときに刺激のないようなね柔らかい音になります。次にヒーリングサウンドこれがポイントです。環境音流してくれます。スプリングウォーター川の音色ですねせせらぎの音が流れるという感じなんですけれどもサマーレインこれ雨の音です。雨の音をひたすら流してくれると、そしてこれ砂漠ですね、とかねこのような感じでいろんなね環境音流してくれるんですけれどもこの右上からですね一時停止しなきゃいけないですね。このように6個本体に転送することができます。これ30種類あると説明ページには書いてあるんですけれども6個しかないじゃんと言って最初戸惑ったんですけれどもこれは本体に転送できるのが6種類までです。なので本体側のメモリに入っている音楽を再生しますのでこれ再生してる時にねこのまま Bluetooth を無理やり切ったとしてもイヤホン単体から音楽流れ続けます。普通のワイヤレスイヤホンだと再生のデバイスと接続が切れると音楽止まっちゃいますけれどもこれ本体に音楽が入ってますので流れ続けるという感じです。ただ止めることができなくなってしまうので、基本的にはね再生停止曲送りっていうのはこのスマホから行います。で本体はね6個までしかメモリーがないんですけれどもこれ例えばマイナスで1個減らします。そうしますとこれ1個ね空きますのでここにプラスでこのように30種類のヒーリングサウンド、持ってますのでここから選んで登録することができます。滝選びますとヘッドホンに曲を転送してもよろしいですかということでこれでイヤホンに滝の音楽が転送されます。ちょっと時間かかるんですけれども楽曲というかヒーリングサウンドが本体に転送されて本体だけで再生されますのでバッテリーの持続時間もこのヒーリングミュージックを流していると長く持つとなかなかね考えられた面白い仕組みですよね。
転送してる間にね、この本体ですけれども、なんとイヤホンのねドライバーバランスドアーマチュアって書いてますので、 BA ドライバー搭載してます。ただ音はね結構フラットですね。メリハリはない音で、眠い音ですね。まあ眠くなるというか、寝るので眠い音っていうのもあるかもしれませんけれども、音楽をねバンバン聞くにあんまり向いてないね、クリアな解像度感っていう音ではないですね。なのでなんでしょうね、まあこれ1万円ぐらいかな、価格するんですけれども、コストに見合った音かというと微妙ですけど、このサイズ感とヒーリング機能というところがね付加価値としてあるのかなと思います。なのでまあめちゃくちゃ音悪いってわけじゃないんですけれども、まあ睡眠時にはね十分な音というか、逆にこれぐらいのまあ柔らかくてちょっとねボワッというかね、曇った音の方がいいのかなとかね、バキバキの解像度でね高音ガンガンだと、なかなか寝れなかったりすると思いますので、まあこういった音っていうのはこのぐらいがちょうどいいのかなというふうには思いましたね。そうこうしているうちにこのように、はい、ウォーターフォールというのが入りまして、こちらメニューから次へ次へ押してますと、このようにウォーターフォールということで滝の音色を聞くことができるようになりました。こちらちゃんとオフタイマーもついてますので、30分流したら切りますよ、1時間90分120分最長150分までの、ちょっと細かい時間は設定できないんですけれども、ざっくりとしたタイマーがありますので、ちゃんと止めてくれるという機能もあります。あとはファームウェアのアップデートであったり、クイックガイドといった非常に簡単なシンプルなアプリになってます。その他は自動バーンインということで、ノイズを自動的に、こちらまだ全然バーンインはねしてないというか、これに必要なのかと思いますけれども、バーンインだったり、試験的機能の体験、カスタマーサービスに連絡とか、このあたりがありますけれども、基本的にはねイコライザー設定してヒーリングサウンドを選んでというのをこのアプリで行いますので、薄さに全振りしてますので、操作は本体リーチさえできませんので、このアプリは必須かなというところですね。ということでいかがでしたでしょうか。寝本というジャンル、なかなか面白いですね。ヒーリングサウンド聞きながら寝ます。実際に私使ってみましたけれども、爆睡しすぎますね。なので仕事がある前日はイヤホンしながら寝るというのは非常に不安というか、逆にね怖くて目覚ましが聞こえないんじゃないかとかね、耳栓になってしまうので、周りのね騒がしい音とかが入ってこなくなるので、寝過ごしちゃうんじゃないかとか、ちょっとね不安はありますので、今はね土日というか金曜と土曜ぐらいをねちょっとこれ使って寝たりしてますけれども、状態的にこのようなイヤホンというか耳栓使って、ね、寝ている方、環境音を流して寝ている方にとってはね非常にいいイヤホンなんじゃないかなと思います。いろんなイヤホンがあるなというふうにね楽しませていただきましたけれども、今回はワンモアのスリーピングイヤーバッツ Z30、 もうスリーピングと商品名に入ってますので寝本ですね、ご紹介いたしました。気になる方はぜひチェックしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。